プロゲーマーとは、ゲームの大会などに出場して、賞金や報酬を得るもの職業としてのゲーマーのこと。競技では、コンピューターゲームに限定され使われる。e スポーツという用語が誕生してからは、e スポーツプレイヤー、e スポーツアスリートと呼称されることもある。講義では、ゲーム全般に使われるが、プロフェッショナルスポーツに分類されるジャンルや、囲碁、将棋、チェス、 マージャンの選手は一般的にプロゲーマーとは呼ばれない。プロゲーマーはゲーム会社などがスポンサーとなって生活基盤を保障した上で活動したり、海外の大会への遠征費や機材の提供を受けて活動する者も,もいる。2016年には日本で初めての e スポーツの教育機関が誕生した。2018年現在、日本国内にも複数のプロゲーミングチームができ、 代表的なチームとしては、ダッタネターや、サンシスター、デトナチオンゲーミング、スカースなどがある。これらのチームにはスポンサーが付き、ナショナルクライアントと呼ばれる有名企業がスポンサーについたこともある。日本の選手でも、海外のプロゲーミングチームと契約する場合があり、ストリートファイター V の世界大会エボ2017での、 優勝経験があると木戸選手はエコーフォックスとスポンサーシップ契約を結んだ。プロゲーマーとしている金銭だけで生活している人もいる。2017年のドタニの公式世界大会ザ・インターナショナル2017では賞金総額が26億円以上に上った。これは賞金総額に観戦チケットやゲーム内課金アイテムの収益の一部が上乗せされるためで オートマトンの山口は大会賞金総額のクラウドファンディングは e スポーツの世界では珍しいことではないとしている同様の施策を導入した2016年のリーグオブレジェンズの世界大会では賞金総額が4億円以上に上っていることを公表しているまたライブストリーミング配信ではハロの元プロゲーマー忍者のツイッチ配信で 月額56万ドルの収入があると推定されている。日本のプロゲーミングチームでもスカースがストリーマ部門を設立するなどプロゲーマーのゲーム配信は増加している。日本のプロゲーミングチームではデトナチオンゲーミングのチームデトナチオンフォーカス目で日本初のフルタイム給料制を採用した。日本ではアーケードゲームの対戦型格闘ゲームが 盛んにプレイされており、数名のトッププレイヤーが、全国大会の開催やインターネットによって、著名になり、プロゲーマーとして活動しているが、ゲームセンターでは、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律や、各地の条例による、法的規制の影響を強く受けるため、賞金や金品をかけた大会の開催がほぼ、不可能である。そのため、 彼らは大会賞金ではなくイベントの出演、ゲーム雑誌や攻略本への執筆、攻略ビデオのプレイヤーなどを収入源としたり、別の職業の傍ら副業として行っていることが多く、地方への就職や転勤、転職を理由として練習時間が取れなくなったり、離職により経済基盤を失うことなどによって活動そのものをやめてしまうケースも多い。アーケードゲームは、 基本的にゲームセンターの店舗に行かないとプレイできず、また個人で筐体を所有するのは不可能ないし困難なため、地方に在住のプレイヤーが拠点としていた店舗が閉店ないし、縮小するか、または筐体が撤去されるなどの理由で活動停止を余儀なくされることも発生している。ワールドサイバーゲームズ2008ではバーチャファイター5ライブアリーナ部門にて板橋ザンギエフが プロゲーミングという要素が世間に認知された後、初めて日本人として優勝を達成。2009年度には同部門において、フドが優勝し、この部門での強さ、層の厚さを見せる活躍をしている。また、2010年には、梅原大和がアメリカの周辺機器メーカーマット、キャッツとスポンサー契約を結び、プロゲーマーとしての活動を開始した。時ども、 格闘ゲームを中心に、東大卒、プロゲーマーと称して活動している。シューティングゲームにおいては、ハイスコアラーの中野隆造が2006年頃から、プロゲーマーを名乗り活動を開始し、専門チャンネルモンド21の番組、シューティングゲーム攻略軍団三条に出演するなどしている。 音楽ゲームにおいては2017年2月12日開催のザシックススコナミアーケードチャンピオンシップにてハイスコアラーのドルチェがコナミとプロゲーマー契約をしたことが発表された。コナミにおいてプロゲーマー契約は初である。2018年2月1日一般社団法人日本 e スポーツ連合発足に伴い同月10日開催10に2018にて 国内プロゲーマー15名にプロライセンスが発行された。プロゲーマーの競技種目としては、対戦格闘ゲーム、FPS、RTS、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナが多い。日本 e スポーツ連合が発足当初、プロライセンスを発行したタイトルは、FPS タイトル、対戦格闘ゲーム、スポーツゲーム、パズルゲーム、アクション RPG であった。 このスキームを適用すれば、プロライセンスを発行した選手に対して、奮闘賞、ブービー賞など特殊な順位を含む全ての設定した賞に対し賞金、賞品を授与できる。このスキームを適用すれば、プロ、アマ問わず、観客を魅了できたが入賞できなかった選手に対して、奮闘賞などを贈呈できる。しかし、ブービー賞など観客を魅了させたわけではない賞に、対して、 賞金を出すことはできない。ビデオゲーム以外の競技にもプロセ度ドがある。将棋、囲碁、麻雀、トレーディングカードゲームなどのボードゲームやスポーツ競技などである。ゲームをプレイすることによって金銭を得る方法は多種多ように存在するが、これらは通常プロゲーマーと呼ばれることはほとんどない。日本のゲーム実況者、ゲームストリーマーの向こうは日本ではゲームは下手でも、 YouTube で伸びている人の方が収入は多いという実態を踏まえ、国内においてはゲームの実力と収入は必ずしも比例しないとことを指摘している。一方、加藤純一は2019年の向こうと共に受けた取材でゲーム実況で食べてる人の中で下手くそなのって俺ともこうくらいじゃない他の人たちはある程度上手いじゃんと話していた。ディープマインドやオペナイのように AI との対戦でプロゲーマーが話題になることもある。ありがとうございます。